あとはじゃあルルオニケンシンを見に行ってください。おい、なんてこと言うんだ。おい、やめろ本当に。いや、映画はもう全て仲間ですから。そりゃ、そうだ、そりゃそうだけどもさ、まあいいや、うん、ルルオニケンシンと同じ日に公開になりましたけども、いろんな作品があるということが豊かなことであると思いますので、ルルオニケンシンも見ていただいて、でそれと全く経路の違うこういう作品も描きたいと思いますので、両方見てください。なんで私こんなルルオニケンシンに何回も言わなきゃいけないんでしょうか。まあ、すいません、佐藤つながりということで、佐藤つながりということですね。佐藤健くんですもんね、主演ね。もういいんです、もうルルオニケンシンの話はいいんです。まあ、ありがとうございます本当に。はい、まあ、まあ、後でいろいろあれですけど、周りの人にもし、そんなすごいなんていうか大エンターテインメントという映画ではありませんけれども、何か心に残ったら周りの人にぜひ伝えてください。ありがとうございます。まあ、コロナで本当は去年5月に公開だったんですけど、1年以上伸びたわけですけども、でも、そのおかげでその間に、韓国の高齢国際映画祭という映画祭で最優秀脚本賞を取れたりですね、しましたんで、まあ、伸びたことはちょっと前向きに捉えております。本当に、まさか俳優として、もらった賞が NG 大賞だけの僕がですね、まさか異国の地、しかも映画大国の韓国でね、最優秀脚本賞を取れたの、本当になんか書くことを続けてきてよかったなって励みになりましたし、うん、だから伸びた、しかもまあ状況的にもね、非常に抑圧されている現在の状況がありますので、非常に今でだからこそ見てほしい作品になったなと、よりなったなというふうに思っております。真面目すごい折れました。ごめんなさい。いや大丈夫です。千代さん、なんかあれですもんね、以前も記者会見の時も奥様から真面目に言ってくれって言われてるから、そうなんです、それをすごく心がけてると。作品の内容も鑑みて、前の報告会見、完成会見の時にですね、妻に出かけに本当におちゃらけるなと、真面目にやれと言われたんで、今日もふざける言いたくなったらもうつねってですね、おならもしないって決めたんです今日。おならはしないんです、大人は。大人の おならをしたくなったら我慢するんです、大人は。わかりますか皆さん。ごめんなさい、次の人に話を振ってください。十数年前にこう生み出してから二郎さんが演じていて、そこからずっとこう誰にも触れられずに、こうふわふわ多分みんな宙を舞ってたような状態で、で僕は一瞬ちょっと寄り添うことできましたけど、そこからまた徳田が一人でかわいそうだなってずっと思ってたので、今こうやって昨日と今日と大勢の人が見てくれて、徳田のことを知ってくれて、なんか少しでも彼がまあちょっとぐらい気持ちが楽になってんじゃないかなと思って、今すごくなんかやっとなんか重荷が取れたというか、なんかすっと抜けた気がします。すごい嬉しい気持ちです。